こんにちは。永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今回はですね、この12月1日から12月24日まで、銀座回廊50周年記念ということで千住博さんの展覧会を開催します。それに合わせて、千住さんにお越しいただきまして、対談をさせていただきます。千住さん、お忙しいところお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この YouTube ではね、たびたび私、千住さんのことも話をさせていただきました。そうですか、はい、どうもありがとうございます。で、以前ね、ウォーターフォール、最初のウォーターフォールもですね、ここで紹介をさせていただいたりしてですね、 おそらく多くのご覧いただいている皆様、いよいよこの永井画廊においてはですね、真打ち登場というような感じで見ていただいてるんじゃないかと。長いお付き合いですね。長いお付き合いですね、はい、本当に。それこそもう30年近い、お父様の代からですから、はい、実はこの、銀座回廊と言いましたけれども、最初銀座7丁目でね、はい、1973年からスタートしてるんですが、千住さんもちょうど学生時代から卒業した頃、画廊の方にも、ね、お越しいただいた。私の好きな作家の方がよく展覧会されていたので、はい、いつかは私もここで展覧会したいなと若い頃ぞ、はい、ずっと思ってました。そうですか、はい。特にね、千住さんと最初にお会いした頃、司治さんの話も出て、大好きですね。非常にセンスのいい方ですね。はいはい、もうね、つまり私にないものをお持ちになっていて、それがもう憧れましたね。そうですか。青色なんかも本当に美しい青色をお使いになって、はい、でも私の使う色とはまた違うんですね。そこがまたもう近づけないっていう、はい、神秘性。千住さんも結構千住ブルーっていうね、ブルーがよく使われていた作品の印象があったんですけども、はい。はい、そんなことで、それで実は最初 の出会いがですね、最初ちょうどうちで版画工房も実は清瀬の方にありまして、そこで最初に、ね、版画を作っていただいたのがきっかけなんですね。はいはい、1994年、なるほど、ね、森の朝森の夜ということで、オリジナルでね、直接先生に通っていただいて描いて、私はそもそも版画家にもとても興味があって、はいはいはい、一時は本当に考えたんですよ。ただやっぱり岩絵の具の魅力っていうのは圧倒的だったんですね、はいはい、私にとって。それでもう迷わず日本画の世界に進んだ、はい、というか当時はそれを日本画って言うということも知らなくて、素材感のある、はい、要するに表現方法は何だろう、でそうしたらそれが日本画だっていうことは後で聞いたんですよ、はい、それで日本画というところに行ってみようということで勉強を始めたっていう。で、他の方と随分その日本側に対する接し方が違うんじゃないかと思ったんですけれども、大学に入ってみると周りみんなそういう感じで、つまり昔の、例えば横山大観とか菱田春草とか、そういう人を見て日本側をやろうと思った世代ではないんですよね、岩絵の具で、例えば日垣天海先生とか、奥田元宗先生とか、杉山康先生とか、そういう素材感から入ったと。ですから、ある意味で言うと戦後のいわゆる現代日本画っていうものに感銘を受けた 第一世代と言っていいかもしれないですね、はい、明らかに私も千住さんの作品、その前から料理に拝見をしていて、特に千住さん、あるいはその同世代の人たちが新しい日本画っていう形で、1980年代後半から登場したって、本当明らかにちょうど時代の大きな変わり目に、新たな世代が登場したなっていう印象の中で、千住さんがトップランナーとして、ね、活躍しているっていう印象で、トップランナーというか仲間は今も多くいますけれども、はいはい、ただその現代日本画って戦後ね、本当に東山先生とか奥田先生がもう、その何て言うんでしょうかね、素材以外を全てある意味で言ったらこう、留保してというか、もっとはっきり言えば全部捨ててしね、はい、やっぱ本当そこでもう一回、日本画って何だろうってことを考えたと。つまりその時にやっぱり岩絵の具だったじゃないですか、その先生たちの、もうこれだけは次の世代にこのバトンを渡そうとして、ある意味で言ったらそれだけ必死に我々にこう伝えてくださったんですね。でそれをそこにやっぱりとても何て言うんでしょう、衝撃を受けた世代の 第一世代が私たちじゃないかなと思います、ね、私もね、よく先生さんとお会いしてお話をするときに、その岩絵の具の美しさっていうのをね、よくお話をしていただいて、私も逆にそれを発見させていただいたりとかですね。で特にやっぱり先生さんの場合、今はずっとねニューヨークにお住まいなんですが、やっぱり
ニューヨークあるいはそのハワイというか海外にいたことでその日本のね、うん、良さというかに気づくっていうところが多分あの私の場合はねこれはいろいろなところでもう絶えず発言をしてますけど、はいはいはい、あの海外に行ったのは日本見るためなんですよ、はいね、日本から離れて初めて日本文化とは何かが分かるということをとても強く考えたんですね、はい、っていうのはやっぱり日本にいるだけでは日本文化って何か日本画とは何かその特徴はって言った時にそれが同じ特徴が実はヨーロッパ海岸にもある、うん、中国海岸にあるっていうんでこれ分かんないじゃないですか、はい、ですからやっぱり別のところに身を置いて、うん、そして比較が客観的に比較ができる場に身を置くっていうことの大切さをとても強く感じたんですよ、うん、ですから日本から離れて例えばメトロポリタン美術館とかボストン美術館とか、はいまあ、そういうところで日本画というもののその特質、うん、良さっていうまた海外の人がこういうところに注目をしているっていうところをその冷静に考えてみるっていうところがやっぱり私が海外に渡ったもう本当に唯一の、あの理由だったんです。でもねその中でやっぱり自分が信じているそういう世界観とかが果たして世界に通じるかっていうのもやっぱり見てみたいじゃないですか。それで発表してみたと。でそういうのが海外で、まあ、あの思ってもみなかった、まあ、ご評価をいただいて、それでそのまままあ、ニューヨークに着いてしまったという形ですよ、まあ、あのでもたびたび展覧会も開催させていただいたんですけれども非常に私その印象に残っているのが、うん、あの前青山の時にあの無名賞の、ね、展覧会をやった時に、うんうんうん、あそこで、まあ、あのいろんな美術雑誌にも紹介させていただいたんですけど、うんうん、そこで千住さんがその掛け軸一本で世界にあの打って出るっていう話があって、うんうんうんまあ、その志というか、ねうんうんうん、そういうものがやはりあの底辺としてやっぱり日本 の, 美あの文化あるいは日本の美術の素晴らしさ、うんうん、伝統を踏まえた現代の在り方ですね、うんうんまあ、今お話がありました通り海外に出ることで日本がよく見えるっていうところも含めて、うんうんうん、これで打って出るんだっていう、うんうん、あの当時ね私があの学生だった1980年代、はいはいはい、1990年代っていうのは、うんはいいわゆるその日本画というのは非常に変な位置にいたんですよ、はい、だから、まあ、ある大きな新聞にはね、はい、日本画というと、日の丸とか君が代と同じようなものだとでそういう考え方は新国、はい、日本につながるみたいなようなことを言われたこともありますね、はい、考えられないようなことを普通にあの新聞で書かれた時代だったんですね。でも私はそれはやっぱりね、はい、絶対違うということの確信があったわけです、はい、当初から。でやっぱりなぜかというと屏風にしてみても掛け軸にしてみてもそのルーツを遠く遡ると例えば中国だったりポルトガルだったり、はいまあ、いろいろする中で日本の中に世界がある、世界の中に日本がある、ね、そしてギリシャローマからインド、つまりガンダーラですね、それから中東から中国から全部が日本に来て日本の中で洗練されて調和されて生み出されては日本の文化じゃないですか。そういう世界性っていうことがあって それを書いているのに それがその、ね、戦争のね、まあ、戦前戦中のねこう何かこうちょっとある流れを引きずるっていうのが1980年代のその、まあ、なんていうんでしょう、まあ、批評家たちの、まあまあ、流行りだったんですね、はい、私はそれに非常に強く違和感を感じてました、はい、ですから私も相当いろんなことを言われましたよね。だけどやっぱりそれはね違うということをずっと思い続けて、で特に海外に出てみると屏風にしても掛け軸にしても何もそれだけ見てそのなんていうでしょう、これはその軍国主義的なねものの見方だとかって全然思わないんですよ、はい、あのすごく私も分かるのは私も、ね、ささやかですけど、1年ぐらいちょっとパリに行ったことがあって、うんうん、逆にそこで本当に日本の素晴らしさって逆にこの人に教えられるようなところで発見っていうのがあったんですね、うんうん、でもう最初に先生さんと出会った頃から、まあ、そういった思いがです、うんうん、私の中でも本当に響くところがあってですね、うんうん、私もやっぱりそういう思いでそういう同世代のそういうアートを世界に発信したいなと思いでずっと今までも来てるんですけれども、うんうん、で先生さんともねいろいろやり取りの中で、なんか逆に誤解されてるのか、日本人自身が今話が出た通りなんか日本的であることが逆にすごくマイナスイメージっていうかね、うんうんうん、なんかさっきの日の丸じゃないけども、まあ、日本的である、まあ、富士山を描けばっていうようなところが、うん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 、どうもそこがあの日本人自身の非常にマイナスなイメージ、うんうん、で特にあの今その日本文化の素晴らしさっていうのも世界中のものが日本に集まるんですよね、うんうん、でそこでまあ日本の中で非常に日本は多様な国で、そこにまあ日本的、まあ、それがいわゆる日本的
だと私も思うんですけれども、決してあの、純粋な日本だけにしかないものじゃなくて、本当世界にあるいいものが日本の中でメランジョされてね、そうですね、いい形で、ね、展開していくと、だから例えば戦後あのそれこそ、あの東山先生や杉山先生、奥田元宗先生がされたことっていうのは、そういう意味でその本当になんかちょっと変な意味性を持ってしまった、そのなんか変な精神論みたいなものを全部一回あのこうリセットして、で本来この岩絵の具というものの持っていたもう非常に面白い魅力的な世界っていうものにもう一回注目して、まず素材から入ってみようと思ったのは、あの絵を描く側の実作者からしてみると非常に素直な自然なことなんですよ。やっぱり例外なく私たち岩絵の具を持って日本画の学生たちはその美しさに本当にねもう感動するものなんですよ、でそれはあの奥田先生もそうだっただろうし東山先生もそうだっただろうと、まあ、そういうふうなところから全く同じあのスタートラインに先生たちがその戦後にそのいわゆる戦前戦中のねこの、まあ、新国日本みたいな日本画を引きずっちゃってるんですよね、その背景として、そうなんです、そこを全部一回リセットされて、まあ、そこからの、 あの、まあ、新しい日本画ですね、でそういうものから私はやっぱり非常に大きな影響を受けて、でそれは私たちだけ、私だけじゃなくて私の世代多分とても多くがそうなんですよね。である意味でよくそのアートの中でそのアイデンティティとかね、オリジナリティって言葉がありますけれども、それが自然にやっぱりここの風土で私たちが根ざしてやっていることの中で岩絵の具のセレクトでそれで絵画にするっていうことが実は自然な形でのアイデンティティでオリジナリティです、ね、あのそれで面白いことにこの岩絵の具っていうのが日本原産の岩絵の具って、さほどあるわけじゃないんですね、例えば群青にしても何にしても例えばあの石はオーストラリアだったり中国だったり北米だったり、要するに世界中から日本に取り寄せた石なんですよ。でそれを日本 の、 あの、まあ、絵の具を作る職人さんがこう生成をしてあの絵に使う絵の具に粒子を揃えたりしている。だから絵の具自体が実は国際的というか世界性があるというかね、だから日本画というよりも世界画なんですよ、その素材だけ撮ってみてもね、よくおっしゃってますよね、だからそういうことを考えてみてもやっぱり日本画っていうネーミングね、このネーミングはやっぱり相当無理のあるネーミングだったなと私は思ってます。というのはこれはそもそもフェノロッサがジャパニーズペインティングという言葉を、これは岡倉天心が普通なら日本絵画と訳すべきですよね、だけどなぜか日本画と当時の文部官僚の岡倉天心が訳したんですよね。やっぱ国威啓発とかいろんな意味があったわけですよ、明治維新の。そこがそもそもそのネーミング自体に何て言うんでしょうかね、やっぱりこう解決しないといけない問題がいろいろ含まれていたと、はい、どうしても当時としてはね、やっぱり洋画が日本に輸入されたことでそれに対して、じゃあ日本の絵は何かっていう時に日本画っていう ね、そうね、刺激を受けてということは分かるんですが、だからそのネーミング自体がね、あの日本画というネーミング自体はそこから始まった新しいネーミングなわけですね、はい、でその後そのネーミングが引きずるものがある意味で言うと戦前戦中というものを大きく何て言うんでしょうかね、に関わっていってしまってるわけですけども、ただ繰り返しますけど私たちの世代っていうのはその後の戦後もうそういうものを全部リセットして素材だけに注目をしたその巨人たちによってもう作られていった新しい日本画っていうものの、そこから影響を受けた第一号が私たちの世代ですよ。それこそ先生さん、あの川島純二さんとかね、そうですね、岡村慶三郎さんとかね、そうですね、みんなあの大学で一緒に学び合った仲間ですけれども、やっぱり私たち口々にやっぱりその素材から入ったと、あの日本の精神性とか、はい、そういうふうなことから入った人は、はい、この中には誰もいないんです、ですからそういう意味においてやっぱりそこの辺からきちんといずれ歴史の中できちんとあの語らなきゃいけないだろうなと思います。絵画でいいんです、日本絵画だと思います。絵画ですよ、はいはい、そうです、ですから私たちの影響というのはそれはやっぱり緒方光琳であるとか、はい、狩野永徳であるとか、長谷川等伯であるとかの、あのコンセプトとかっていうものはもっとアニミズム的であったり、もっと実は哲学的であったり、なんかあのとてもそこがね、あの直接その戦中とかね、戦前の、まあ、昭和の持っている日本画を飛び越えて、そこにつながっていってるようなところが
で 今の再評価っていうのは多分そういったところもあるかもしれないですね。でそこになってった時にやっぱり何てでしょうかね、あのその歴史観ということですよね。歴史観としてその何てでしょうかね、その一つ前二つ前にちゃんとつながっていっていくっていう、そのベクトルの線の結び方っていうのは私はとても大切だと思ってます。ですよね、うんうん、ですからそれこそまあ千住さんといえばあの、うん、ベネチアビエンナーレでね、1995年にザ・フォールで、うんうん、東洋人初の名誉賞を取られたんですけれども、うんうん、あの作品はあのもちろん日本画なんですが、あの日本的だから評価じゃないんですよね、うん、もうある意味でもあのグローバルというか中での千住さんしか生み出せない絵画っていう評価ですよね、うんうん、あれが本当にいわゆる日本的と言われてたら賞は取ってないですよね、うんうん、そうじゃないからあの海外の審査員たちの心に届いたんであって、はいはい、やっぱそこら辺を踏まえた時にやっぱり岩絵の具の持っている可能性、うん、そうですね、ということがやっぱり一つはまあ証明できたのかなということですね。先ほどの日本的ということで言うと、実はそのベネチア・ビエンナーレの歴史をたどると、その前にあの宗像志功がね、1956年にあの版画で、あのグランプリを取られたんですが、あれは非常にその日本人から、日本人がですねすごく誤解してて、あれ日本的だから取ったんじゃないかっていう人が結構いたんですよね。さっきの話に戻るんですけど、そうじゃなくてあれが非常にそのあの日本という風土の中からおのずからに生み出された、あのしかも日本は版画の国である、そこを現代を代表するもなかったという人間が生み出したっていう評価だと思う。あの宗像志功の場合は版画かどうかはどうだっていいんですよ。そうそう、そうじゃなくて、とにかく類型のない作品で、なおかつ人間のドラマを描いてるっていうことが、やっぱこれが普遍性であってね、普遍的だからですよね、うん、そう普遍的だからなんですよ、うん、だから版画である必要もないし、うん、あれが白黒であったりとかそういうことも全く そうではないからこそね、その 届くわけですよね。であの当時のいろんな批評、あの評論とか見るとね、結構日本人の評論家がね、これは日本的だからっていうような言い方をしてる人、うん、結構多かったですよね。だからね、繰り返しますけど、日本的だったら世界で評価ないんですよ。ないですね、ないんです、はいはい、そう、ええ、評価ないのは当たり前で、だって分からないじゃないですか、そういうことだと。だから それは全く違うんですね。それは海外にあの、まあ、約30年暮らしていて思うことですけども、いかに共通項で語ってるかなんですよ、ね、あの何しろね、よく言われることなんですが、日本人にしか分からない日本の文化の良さってものはないんですね。全てを超えるからいいんですよ。例えば食べ物なんかいい例ですよね。あの料理って言ったら芸術ですよね、もちろん。お寿司って今日は変わったもん食いに行こうぜでみんな食べに行くんじゃなくて、美味しいから食べるんですよね。私たち中華料理も食べるし、イタリア料理も食べるじゃないですか。それは世界にはこんな多様に満ちた文化があるということを知ることが一つと、みんなそれを人種も民族も超えて、広い意味でね、あの、まあ、好き嫌いはともかくとして、理解できてるんですよ。芸術ってその二重構造なんですよ、はい、だそこがとても面白いんです。つまり多様性であり、なおかつ、うん、あの私たちはという共通項でみんなが理解できるというね、はい、だからもういわゆる境界とか、まあ、要するにバウンダリーを超えることができて初めて、うん、これは、うん、あの何て言うでしょうかね、うん、これはあのこう、まあ、価値のあるものであると、うんうん、あのそれが素晴らしいものであると、うん、そういうことなんだと思いますね。そうですよね、うん、ですから私も本当にあの千住さんの、あの画業をちょうどうちであの発表も しながら本当並行した形でずっとあの近くで見ることができて、非常に私もあの幸運な感じを印象を受けてるんですけれども、ありがとうございます、はい、でそれこそ、まあ、千住さんといえば、まあ、ウォーターフォールのイメージが今強いんですが、うんうん、実はこの背景のある絵はね、これ以前の作品 で、うんうん、はい、でちょうどウォーターフォールが生まれる前はあのハワイで結構取材をされていたんですね。あの時はですね、うん、あのフラットウォーターというシリーズを描いてたんですが、はいはい、その溶岩、流れるその溶岩を描きましてね、はいはい、であの最初それ描くつもりじゃなかったんですが、うん、はい、そこにあの当時私非常にあの親しく、うん、まあ、付き合いをしていた、うん、あの三条博之さんという方とご一緒にこうスケッチ旅行に行きまして、うん、でその三条さんがヘリコプターを出してくださって、それで降り立った場所がもう本当にそのまだ名前もついてない溶岩の
まだ足元は熱いぐらいの溶岩にその特別の許可を得て降りたんですね。でその時に私はこれは46億年前の地球の風景だと、でなおかつまだ名前もついてない最も新しい風景だと、でここにはまさに46億年がねワープしてるようなそういうそのあるそのまあ何て言うでしょうかね、こう壮大なね、うん、この光景が広がっているということに感銘を受けまして、はい、それで、まあ、その絵を描き始めたんですよ。でこの作品はそれを描く前ですね、うん、だからまだ自分のテーマっていうものがもう本当にもういろいろなものを描いてこれも違うあれも違う、うん、でも違わないかもしれない、はい、どうだろうみたいなので、もちろんそれが私にとって重要なテーマかどうかっていうのはこれは後世の方の判断なんだと思うんですけれども、そういう中の試行錯誤の中でやっぱりこう全ての人から遠距離の風景って何だろうというようなことを考えている中で出会った風景がこの波 の、 あの作品なんですよ。私も実は千住さん の、 あの作品というのは実は最初にその版画を作りませんかってオファーの話をしたのもですね、そのフラットウォーターが発表、まあ、ニューヨークの、ね、ギャラリーで発表されたんですけど、それの広告宣伝がいろんな日本の美術雑誌に出ていて、非常にその地球創生 の、ね、イメージっていうのが私非常にそのインパクトを持って拝見をして、で千住さんって素晴らしいなって改めて、実はこのフラットウォーターシルベって私にとっても一番、ね、原点というか、ね、思いが強かったんですけれども、で今回のこの展覧会でも実はこの後ろというこの六曲位相の屏風と今話をしましたフラットウォーターの中でも代表作ですね、シャープ3の500号と、シャープ13の150号は似てもとですね、ギャラリーガイドの表紙になった作品ですね。あれも表紙になれると思わなかったですね、倍率がとても高かったんですよ。数千倍という倍率だったんですね。そうですよね、もうできないと思いましたけど、あれが私のニューヨークの初めての展覧会だったんですね。素晴らしい展覧会で、でまあ、あの展覧会がきっかけになって、ベネチア・ビエンナーレっていうね、そうですね、あれを見に来てくださった美術評論家の、あの伊藤淳二さん、はい、今東京芸術大学の教授ですけれども、これで行こうと、でフラットウォーター出すつもりだったんです本当は、ベネチア・ビエンナーレ、でも今にして思えばそれでも良かったと思います、でもその後、アメリカに私が仕事場を構えましてから、ある高名なアメリカの美術評論家が私の絵本を見て、これがいいって言いましたよね、あの星の降るように、これこそ出すべきだと、ここには今の現代人が忘れてしまっているとても大切なものがあると、それでも良かったかもしれないですね。だからフラットウォーターを出していても、それからもしかしたら絵本の原画を出していても、私の人生はもしかしたら違うものになってたかもしれませんし、まあ、でそのウォーターフォール、あそこでねザ・フォールが出てきたわけなんですが、まあ、この話もよく千住さんとも話を聞かせていただいたんですけど、その、いわゆるまあハワイの自然を取材しながら、まあ、滝に出会うわけなんですけど、かなり日本文化というか、はい、日本のシーカとかね、からの、インスピレーションがずっと自分の中であって、ここだっていう、ね、出会いがあったということで、よくおっしゃってましたけど、それはやっぱりニューヨークで暮らして、例えばメトロポリタン美術館、ボストン美術館、まあ、そういうところに、あとはまあ、スミソニアン博物館機構、ああいうところ行くじゃないですか、そうするとその日本の文化の持っているエッセンスって何だろう、この共通するものは何だろう、で根底に流れるものは一つだと、それは何だろうということを考えてみる中で、例えばそれは松尾芭蕉が言っている造花ということですね。造花っていうのはその自然が作り出す形そのものに美を見出しましょうというような考え方であったり、または木の貫きがいう果実創建で表現した時に、その技法と内容が一致した時にやっぱり表現は完成するっていうような考え方であったり、そういうものすごくこう響いてくる言葉がいくつか日本の詩歌からあったわけですよ。でそういう中で例えば俳句のね、後藤夜半という人が滝の上に水現れて落ちにけりっていうね、これは素晴らしいなと、まさに滝の上に、ね、水現れて落ちにけりってね、これなんかこう前後がなんかぐちゃぐちゃになってるような気もしますけれども、それが書きたいと思ったわけですよね、だからやはり私の場合その日本の文化日本の詩歌、そういうものからこう精神的にものすごく大きなこの触発を受けていて、で何とかして描くことはできないかと思って、例
ったらば私が描きたいものは滝をこうやって描くんじゃなくてもうバーッと上から下に絵の具流すことで自然な、自然の作り出す、そうです、絵の具による滝、しかし同時にこれは滝の絵であると、そういう世界観こそが面白いんじゃないかと思ったわけですよね。でそうやって滝を描いたのがちょうどベネチア・ビエンナーレに選ばれた後だったんですけども、はい、伊藤潤二さんにお話して、実は僕滝を描きたいんですけど、だから伊藤さんちょっと考えた結果いいですよっておっしゃっていただいて、でそれで滝を出すことになったんですよね。当初はフラットウォーターを出すつもりだったんですね。でもね、今にして思ってもやっぱりフラットウォーターはやっぱりもしかしたら私の最も代表作として、ある意味で出世作というかね、であると同時にやっぱり私の代表作かもしれないとも思ってますよ。それがあって一つのステップですよね。そうです、もう書くことのできないテーマであることは間違いないと思います。でもあれ全16作で6曲一層屏風が1点と500号が3点と150号が、はい、12点ですからね、はい、それしかないわけですね。そうです、そうです、やっぱりあれはモチーフによってはその後もどんどん描きたいというモチーフもあるわけです、例えば滝もそうですし、例えば森林の絵などは今でも本当に好きで描けば描くほど違う風景になって面白いなと思って描くんですが、例えばフラットウォーターとか、もうこの波の作品もそうですけれども、私の中でも描き切ったというそういう気持ちができてしまったんですよね。次に行こうという気になったんですね。それはもうやっぱりどうしようもないことなんですよ。もうこれ以上このシリーズは、なんて言うんでしょう、もう自分の中でそのこう衝撃的なこの、なんて言うんでしょう、集中力はもう生まれないなと、そんなふうに思ったっていうことなんでしょうかね。そうですよね。でまさにその後 の, そのザ・フォール、そしてウォーターフォールシリーズで、もう日本国内外でね、本当にもう滝の千住っていうね、私が嬉しかったのはね、最初滝ってやっぱ海外で発表して、海外で評価をいただいてたんですけども、ある時に日本 の, 日本画のね、老舗のお亡くなりになりましたけれども、画商の方がご覧になって、これこそ東洋画だとおっしゃってくださったんですね。私はその時に、これでやっと帰ってこれたなと私は思いまして、とても嬉しかったんです。でその嬉しかったってやっぱり私は日本の文化の中にいるんだなとも思いましたし、日本の文化がとても好きなんだなということを改めて、その現代アートの中でやっていくのもこれは魅力的ですよ。でそういう私の友人たちも多くいますけれども、やっぱり日本画、日本絵画っていうものをやっぱり牽引していくという、私はその何て言うでしょうかね、こう使命感というか自負というか、とても僭越に聞こえるかもしれませんけれども、やっぱりそういうことが私が歩むべきことかなと思ったんですね。日本画っていうかネーミング、洋画っていうネーミング、あるいはその現代アートっていうネーミングですよね、そういった区分けそのものも本来必要ないんじゃないかって、ただね、ただその岡倉天心が命名した日本画という、はっきり言って奇妙なネーミングですけれども、そのネーミングがある以上、私も自分が、私がやってることは日本画なんだと、日本画っていうのはこれだけその可能性があって、なおかつ最近でも紙を揉んで崖にするとか、そういう、それ工芸のその揉み紙という手法とは実は全く違うんですが、見てみたら分かる通りなんですけれども、やっぱりそういうふうなこともひっくるめて、この技法まだまだ本当に無尽蔵の可能性を秘めているし、それが同時に今現代アート の, 仲間たちも海外でとても頑張ってますけれども、同時にその一番自分の足元にあるこの日本画っていう中に、実はその世界性へのね扉があるんだと、そういうこともやっぱり若い人たちにも見てもらいたいと思ってます。自分にとっての よりどころですよね。やっぱりそれがなくなると何でも、そうですね、遠いところではなくて自分の足元にね、本当にヒントもあるし、ある意味で言ったら答えもあるっていうことを、それを私はやっぱり若い人に見てもらいたいですね。でね、今の話でいくと、先ほども紀貫之とかね、松尾芭蕉の話が出ましたけど、やっぱり日本文化とは何かっていうと、結構その詩歌っていうかね、っていう話もよくねなさっていて、そこから今自分がなんか発見ですよね。そこからなんか自分がインスパイアされたものでなんか表現できるものがあれば、それはある意味で伝統っていうのはやっぱりそれが新たな形で
あの時代時代にあの展開していくっていうのが本来の伝統のあり方ですね。その通りですよ。あの伝統ってあのよく伝統の継承って言いますけど、伝統は継承し始めたらもうそれはですね、もう伝統ではなくなるんですね。あのそれは美術史を本当にしっかり学んだ人はみんな分かっていることだと思うんですけども、常に局面局面において伝統っていうのは革新的な実験なんですよ。ただ革新的な実験なら何でもいいわけじゃないんですね。そこに必要なのはね、歴史観なんですよ。歴史観を踏まえた革新的な実験、これがね伝統の正体なんですよ。じゃないともうあの残らないですね。あのと同時にやっぱコンテンポラリーっていうのはね、いかに新しいかなんですよね。でこれはそうなんです。いかに新しいかっていうのは、いかに類型がないかっていうことなんですね。でこれを生み出すものは本当に難しいんですよ。だから伝統を継承するということは、その点でもうすでに伝統から外れていってしまう。伝統、繰り返しますけど、伝統っていうのは要するにその類型のない新しいものを積み重ねていって生まれてきているわけですね。しかし何でもいいわけじゃないんですよ。それは歴史観にのっとったやっぱりその類型のないものを開拓していくということで、これは難しいように見えて、実はあのすごく明快な答えがあるんですね。でそれは何かというと、私たちはこう、まあ、人間でね、あの人類が地球に生まれて一体何人ぐらいの人がいるか分からないんですよ。もう数えきれない数の何億とかなんてもんじゃないですよ。何百億、まあね、何兆何京かもしれませんね、という人たちがいますよね。ただね、重要なのはその一人ずつ全部違うってことなんですよ。どんなに似た人でも微妙に全部違うんですよ。同じ、全く同じ人っていうのはね、あの論理的ありえないじゃないですか。だって昨日から今日まで、あれそこまで我々が全く同じ人生だったとしても、昨日から今日まで違うものを食べてるし、違う人生が24時間あるじゃないですか。ですからね、類型のないもの、全く新しいものを作り出すってのは、自分を洗いざらいそこにぶちまけることですよ。そうすれば類型のないものになるんですよ。よくあの先日はその DNA の記憶っていう話もね、よくなさっている。多分そこだと思うんですよね。だから俺がって自我が入ってくるのではなくて、大体自我、まあ自我ってエゴのことですけど、そういうの全部書き消してしまうんですよ。こう思い込みが出てきてしまう。そうじゃなくて、もう本当に洗いざらい全部そこに投げ出すということの難しさですね。これができた人たちっていうのは結局とてもあの新鮮なものを作るんですよ。つまり人間全員ユニークですから、同じ人は誰もいないわけで、みんな一人ずつ違うわけで、でその誰とも違う自分がそこに洗いざらいこう投げ出せた人たちの歴史なんですよ、芸術って。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。